備はいいですか？3、2、1、0。始まるよ。玉ねぎ4分の1個薄切りにします。炒めやすいようにほぐしておきます。しめじ2分の1個丁寧にほぐしておきます。長芋300グラムくらい、皮を剥きます。幅 1.5 センチくらいに切ります。大きいものは半分に切ります。はいはい。アスパラ2本根元の皮を剥きます。斜め5センチくらいに切ります。ニンニク1片半分に切って芽を取り除きます。はいはい。薄切りにします。生姜薄切り4枚くらい、細切りにします。トマト7個くらい半分に切ります。酒大さじ4、塩小さじ2分の1、カレー粉小さじ2分の1混ぜ合わせます。オリーブオイル小さじ1混ぜ合わせます。油をひいて熱くなったらニンニクを加えます。香りが立ってきたら玉ねぎを炒めます。少ししんなりするまで炒めます。アスパラをさっと炒めます。長芋を加え油を絡めます。しめじを炒めます。香りが立つまで炒めます。サバ水煮缶1から2缶、プチトマトを加えます。水 200cc、 合わせ調味料を加えます。均一にしながら沸騰させます。落とし蓋をして弱中火で15分程度煮込みます。はいはい。途中で混ぜたりします。へえ。残り1分で生姜を加えます。残り1分煮込みます。もう一息です。味を見て塩などで調節します。黒胡椒適量なじませます。頑張ったね。器に盛り付けます。
いいかな。いただきます。ありがとうございました。